最後に見たその生徒の選考の仕方っていうのはこれ半分ぐらいを推薦優秀な方の推薦ってことにした方がいいんじゃないかなっていう気がします。面白本当に申し込んできてそれが受かるみたいなのも部分あるんじゃないかなって気もする。それから理科好きの子供っていうのはもう今科学オリンピックで競争してるっていう時期にただ理科が好きってんじゃないし、やっぱり理科の分野で、優秀な生徒を集めるっていう単に、そのこの理科好きっていうのはその理科のエリートを集めるって言ったらそのエリート教育って批判されるっていうことで理科好きっていうことになったんだよね。理科好きじゃなしにただ好きじゃなしにまあ好きなのは当然だけど理科好きでしかも科学オリンピックを目指すやっぱり予備軍それだけの能力がある子供を集めるっていう今回の塾の生徒はノートを取らないっていうのを先生が最初言ってたけどノートを取らないっていうのは基本的に分かってないんだよね。まだ聞いてるこれだとそんな子供が多いっていうのは一番最初の時なんていうのはやたら本当に綺麗にノート取ってたよ。やっぱり今回の生徒の質が良くないっていうのは先生の感じた通りだっていう気がするね。だから今から一部を試験で選ぶっていうのは当然継続していいけどやっぱり有馬先生と相談してやっぱり優秀な生徒を推薦してもらうっていうのは半分ぐらい40人のうちの半分は推薦ってことでやったがいいんじゃないかなって気がする。それからヒットスラップで、今回 YouTube が間に合わなかったのが残念だけどこの YouTube ってのは全体として、公式サイトを YouTube で作るっていうのはこれは9月から大体間に合いますか。はい、はい、一応今週中にはちょっと思ってます。育成室は売り物だからこれをできるだけ前から告知情報をきちっと発信してこれもヒットスラップにつなげるっていうのは来年からね。それとある意味では金庫がすっからかになってるからこれをうまく来年の分の金扱いをしなきゃいけないし、そうですね、まあ現状でですね、チャンネル税300万支払いをすると預金残高が260万ぐらい、それ以外に これからお金払っていく企業さんが分も約400万ですよね。ですから600万ぐらいの預金残高が残るというそのようなイメージになってます。まあ、要するにこれまでのチャンネル権に対する不払いもあそこの不良債権の中に入ってるわけだね。2300万ありますね、はい、だからそれも、なんとかしなきゃいかんし、まあ、今期から来年夏に向けて大きい営業目標として育成塾の営業を強化するというのをやりましょう。